今回はこちらカムクランプを作っていきます。そもそもカムクランプって何やねんって思われた方いらっしゃると思うんですけど、カムクランプというのはカムの力を利用してワークをクランプするためのジグの一種となります。ジグっていう言葉が使い勝手が、非常にいいんで、何でもかんでもジグって呼んじゃうんですけど、そういうものになります。で、なぜ作るかっていうとですね、以前作ったこのクランプ、普通のねクランプなんですけど、これはこれで全然使えていいんですけど、クランプしている以上上面の切削ができないんですね。ただカムクランプを使うと上面も切削できますし、なんせこの以前 PCBWay さんに作ってもらったこのジグプレート、めちゃくちゃ相性がいいですね。で、カムクランプ自体は売ってます。今はコーポレーションさんがフィクスチャークランプという名称で販売されてるんですが、なぜか M5 がないんですね。M4 飛んで M6 なんですよ。で M8 とかはあるんですけど、なぜか M5 だけがないっていう、じゃあもう作るしかないってことで今回作っていきます。で、こちらが試作でね作ってみたやつなんですけど、わかりますかね。よく見ていただくと、ただのボルトと見せかけて変身してるんですね。この変身量を利用して、ワークをクランプすることができる。前回ジグプレートを製作いただいた PCBWay さんの使い方について簡単にご紹介したいと思います。CNC 機械加工を選んでいただいて CAD ファイルをアップロードで、アップロードはね数秒で終わってしまうんで、 3D ビューでちゃんとね確認をしてください。ファイルが間違ってないかをここで確認することができます。で、問題がなければ数量を選んでいくんですけど、まあ、1個とか100個とか、数が増えれば増えるほど値段が安くなるんで、まあ量が多いとこれはねいいですね。であとはアルミニウムとか材質を選ぶところですね。アルミの中にも種類があったり、鉄の中にもねいろいろ種類があるんで、気に入ったものをここで選んでください。で、ここで、表面処理を選ぶことができます。前回ね選び忘れた黒染めなんかもここで選ぶことができます。で、その他にもですねパウダーコートとか、いろいろあるんで、ここで、気に入ったものを選択してください。それが終わればですね、テクニカルドロードをアップロードするっていう項目があるんですけど、これは何かというとですね、3D モデルを見ていただくと分かるんですけど、 3D モデル上はタップの加工がされてないんですね。仮にしたとしても、認識してくれるかしてくれないかっていうのは結構、CAD ファイルによって分からないところがあるんで、基本的にはしない方がいいのかなと個人的には思ってます。なんで、ただの穴にしておいて補助的な図面を後でアップロードすることで指示をすることができます。別で作った、PDF ファイルをアップロードします。どういう図面かっていうと、63個の M5 の、タップが立ってあると。で、その穴の入り口に C1.5 の面取りをしてほしいとか、8箇所の M4、これはリニアブッシュ固定用の M4 ですね。これをやってほしいとか。で、角危ないんで全体 C1 面取りしてほしいとか、面 A に対して平行度 0.02 で作ってほしいみたいな細かく指示をすることができます。で、あとはですね、部品挿入だったりとか、許容範囲、交差の指示ですね、細かく指示することもできますし、表面粗さなんかも、綺麗に外観してほしいみたいな指示をすることができます。当然ですが価格かなり上がってくるので、選択にする際はちょっとご注意ください。で、あとはですね、細かいのあるんですけど、レポートをですね、検査レポートなんかも別途出してもらうことができます。これはね、有料になるんで、必要であればつけてくださいみたいな感じですね。基本は入ってないです。はい。で、全て終われば価格が出るので、あとはリクエストを送信するだけ。はい、では旋盤を使ってこちらの変身ボルトを削っていくんですが、やり方はいくつかあると思います。四つ爪を使って変身させるとか、ジグを使うとかいろいろあるんですけど、焼き爪をね使ってしまうと、ネジの山がね潰れてしまうので、今回はジグを使った一番簡単なやり方をご紹介したいと思います。まずは簡単に変身の説明からしたいと思います。今普通のボルトを掴んでいる状態です。この状態で回します。はい、何の変哲もないただのボルトが回っているだけ。次にボルトの頭が1ミリ変身しているものを回してみます。はい、なんか気持ち悪かったの分かりますかね。これはチャックで掴んでいるネジの部分とボルトの頭の中心軸が1ミリずれているんですね。これが変身です。
変身に関してはざっとこんな感じで、まあ、簡単に言うともう中心軸がずれてるよっていうだけの話です。じゃあカムって何なのかっていうと、もうちょっと特殊な形状を言ったりします。身近なところで言うと、自転車のサドルの高さを調整する機構は、カムレバーというものが使われてたりします。で、今回のジグの作り方、こちら六角棒を使って作っていきます。先ほどの六角軸を程よい長さに切っていただいて、三つ爪チャックに取り付けます。で、この時に変身させたい量のシムをこの上に挟んでチャッキング。これだけで変身したところに穴なり加工をすることができます。ジグへの加工が終わったら、今度はジグにボルトを取り付けてボルトの加工をしていくんですけど、この時必ず先ほどのシム外してください。これつけたままだと変身しないので必ず外すようにしてください。あとはね、もうこのボルトを削っていくだけなんですけど、このボルトがまあ硬いんですよ。で、硬いし、こう断続だし、もう最悪なんで、もう慎重にゆっくり削ってください。ボルトの頭を削る量なんですけど、断続切削が終わって連続切削に変わって深淵になるところ、かつ、ここの六角の穴があると思うんですけど、この穴が破けないところ、まあ、それなりに肉が残るところまで。今作っているのはカムボルトと一緒に使用するザガネみたいな、正式名称ちょっと分かんないですけど、真鍮で作っています。まあ単純に両面をきれいにしてからボルトの径に合わせた穴を開けるだけですね。基本的には六角形なんですけど、ラウンドフィクスチャークランプというちょっと変わった形のものもあります。まあちょっとこういうね、プチ量産してるとなんかサラリーマン時代を思い出しますね。はい、というわけで全ての部品が完成しました。で、このカムクランプは横方向に力が加わりますので、こういったプレートはもちろん丸とか特殊な形状もクランプすることができます。ただ、ネジ穴がね、たくさん開いてないと、このカムクランプ自体の変身量って知れてるので、うまくクランプできなくてね、空振りしちゃうみたいなことがあるんですけど、このね、アルミのプレートとか壁を用意してあげることによって、壁、ワーク、カムクランプみたいな感じでサンドイッチさせるとうまくクランプすることができます。はい、こんな感じでクランプできました。こう見えてね、めちゃくちゃがっちりクランプできてるんで、そうそうなことがない限りは動かないはず。で、あとキリコカバーをやっとつけました。4目にマグネットでついてるんで、ワンタッチで取り外しができますと。で、どうやって作ったかっていうと、この、よくある扉のマグネットですね、これが大量に余ってたんで、これプラス 3D プリンターで作った部品、これと、アクリルじゃなくて PT か、それの、板をね、切ってつけました。結構ね、いい感じで、まだ使ってないですけど。で、あとスピンドルをね、交換しようと思います。これ純正のスピンドルと ER11 の、コレットがついてるんですけど、これを全部交換して、これ旋盤の第二主軸で使ってた ER16 なんですね。これとスピンドルで、しかもこのね、K がぴったり合うんですね。で、しかも、コントロール、スピコンもついてるんで、主軸の回転数も変えられるってことで、こいつに交換してから、実際にどんな感じで削れるか試していこうと思います。はい、ご覧いただいている通り、 M5 のカムクランプたったの2箇所で、何の問題もなく加工ができています。やっぱりこういったね、剛性の低い機械っていうのは切り込み量も少ないですし、工具もね、小さくなってくるので、切削抵抗というのはね、非常に低いと。で、カムクランプも、クランプ力非常に低いんですけど、まあ、相性はね、かなりいいんじゃないかなと思います。なので皆さん買うなり、作るなりしてみてください。で、まあ、テーブルと、主軸変えてみましたけど、やっぱりね、剛性はちょっとまだまだ足りないですね。
やっぱりもう少し切り込み増やしてサクサクねアルミぐらいは削りたいんで、まあリニア、シャフトかリニアシャフトをリニアガイドに、交換するとか、ステッピングモーターをね、もう一回りもう二回り大きくするとか、そういった改造をしないと、まあ、ちょっと厳しいのかなっていう感じですね。まあまあ少しずつ削るにはいいんですけど、時間がかかりすぎて、ちょっとねなんか物を作るっていうレベルじゃないんで、ここら辺まあ予算がつけば、改造していこうかなと思います。というわけで今回の動画が面白かった、参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひ、グッドボタンとかチャンネル登録をよろしくお願いします。Twitter、Instagram その他いろいろやってますんで、いろいろ見てください。ご視聴ありがとうございました。